はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回に続きからやっていきたいと思います。はい、前回はですね、フェザリアンのことを話してくれたんですよね、確か。はい、なのでその続きからですね、わー、5人仲間がいるって素敵。じゃあ、せっかくコムスプリングに来たので温泉に入っちゃおう。どっから？ここで入れるのかな？いらっしゃいませ。お泊まりですか？はい。あ、いいね。旅行券を見せる。ああ、あなたたちが闘技大会の優勝者だったんですね。はい。お部屋の準備はできておりますが、もうお休みですか？じゃあ風呂に行く。では浴場にご案内します。イエイ。ご案内しますって言ってる割には。それじゃあお兄ちゃん、また後でね。はーい。お兄様、しばらくのお別れです。じゃあねー。あ、ティピもそっちか。まあ、そらそうか。さて、俺たちも風呂を浴びに行くか。ですね。そうですね。ここの温泉は疲労回復によく効くという話ですから。そうなんや。しゃ、行きましょう。ほう。いい湯だな。いいっすね。まったくですね。おマジか。それよりあのフェザリアンをどうやったら納得させられると思う？え、本当だよね。そうですね。具体的にどうすればいいのか。もうビビったな。飲み込んだりしてダメだよ。そんなこと言う子はこうだ。え？ちょっとやめてよ。なになに？面白そう。いや、そんな。また泣いてる、ルイス。この向こうが女湯だったんですね。え？アリオストさん、顔ちょっとあからめてない？気のせい。そのようだな。目の見えない俺には関係ない話だ。それな、モレスさん、めっちゃ残念。あはは、そんなん、ねえ、もう、サービスやね。君、どこへ行くつもりだい？え？いや、ちょっと、ルイスが泣いてたから？女湯を覗きに行こうなんて思ってるんじゃないだろう。行くんな、思ってるわけないじゃないですか。恥を知りたまえ、恥を。いやいやいや、そんなそんな。別にそれくらいいいんじゃないの。ふぅ、ウォレスさん、さすが、話がわかるね。見つかって、後でひどい目に遭うのが怖くなければ、行ってこい。ウォレスさん。ま、よく考えて決めるんだな。ほら、やっぱり俺と同じ理由。妹が泣いているのを放っておけない。なるほど、確かに兄としては当然な行動だな。だろ。あ、だが君がやりすぎるといけない。僕もついていくとしよう。え、何しろミーシャ君だっているわけだし。いやいやいや、アリオストさんも見たいんじゃないんですか。うだうだ言ってねえでさっさと行ってこい。ウォレスさん、逆にさっさ行ってこいよみたいな。真っ暗だな。だがもう少しで女湯は。それアリオストの声が嬉しそうで気になる。すっげえな。僕は純粋に君の監視で来ているだけであって。
自分の前を歩いていることを指摘する。これはその君に変なことをさせないための処置だ。ああそう。それにしても女湯に向かうためにこんな細い穴があるなんて、みんな考えることは一緒ということかな。兄者の胸って大きいね。そんなことないよ、ルイシちゃんだって。ほう。なんでもない。え？あ、ほら、何止まっているんだ。先へ進むぞ。いや、めっちゃ行く気満々じゃないですか。あと少しで、あと少しで。それじゃあ、そろそろ上がろうか。そうだね。お兄様たちが待ってるもんね。ああ、帰ろうか。ああ帰ろうか。そんなバカな。あれ、どうしたんですか、リオスト先輩。なんだか疲れた顔してる。ああ。めっちゃなんか顔赤くない、アリオストさん。ちょっと湯あたりしてね。なんだ、アリオスト先輩、温泉に浸かりすぎですよ。犬好きに失敗してがっかりしてるだけだったりしてね。ティピ、お前はエスパーか。もうティピったら、アリオストさんがそんなことするはずないじゃない。はい、というわけでまあサービスショットを見せれず申し訳ないですね。まあサービスショットが実際にあるんかどうかもわからないですけど、まあ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 、行きましょうかね。そういえば右のマップの下は行ったけど上行ってないですね。ここ、ごめんください。わわわ、なんだ。お、どうしたんだ、アーネスト。招集か。あら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 、この人たちがいるのね、アーネスト・ライエル。家を間違えただけらしい。マジか。そうか、ちょうどいい機会だから僕はこれで失礼する。うん、またな。ごめんなさい、お邪魔しちゃったみたいで。いや、ちょうど帰ろうとしていたところだったのでね。また来るよ、アーネスト。いつでも来てくれ。すごい、アーネストって言っただけやのに、ちゃんとライエルまで教えてくれるんやね。まあまあ、いいやいいや。気にするな。へえ、ここが家だったんだね。ああ、この、後の、ね、2とか3とかでも出てくる、2とかでも出てくるキャラだったんで知ってたっていう感じですね。アーネストと。はい。まあ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 、多分、今作でも出てくるんじゃないかな、わかんないけど。まあまあ、出てきた時に、でも話しましょうかね。どう？じゃあ帰ろうかな。なんもないし。さあさあ、じゃあとりあえず、魔法学校に行って返しましょうか。この、うん、戻る。はーい、バイバーイ。旅っていう旅でもなかったな。あぶね。魔法学校に到着。
これってそれやったらちょっと戦闘しといた方がいいかな。レベル上げるためにこのメンバーで。あー楽しかった。今度はどこ行くの？あのねミーシュ。いいやいいや行こうよ。ちょっとどうした？どうしたのアリオストさん。ちょっと黙って。あれは？歌声か。お？え？何か聞こえるの？間違いない。アリオストさん。ねえボレスさん、何か聞こえるの？歌声だ。聞こえないか。ボレスさんって耳がいいんだ。本当それ。とにかく行ってみようよ。全然聞こえへんけど。魔法学院の BGM しか聞こえへん。小鳥の声がささやくよ。風の音がささやくよ。月の光は優しくて。すみません、その歌。ほう。なんだ。歌の邪魔をしないでくれ。その歌をどこで知ったのですか。これかい。北にある保養地ラセルのそばで野宿をした時に聞こえてきたんだ。あまりに美しい歌だったので覚えてしまったよ。ラシェルですね。ありがとうございます。お、どうしたの急に。今の歌がどうかしたの？かすかだけど覚えている。あの歌は僕が幼い頃母さんが歌ってくれた歌だった。あ、そうなんだ。ってことはフェザリアの歌？ああ。え？じゃあラシェルに行くんだな。ラシェル？ラシェル？ってどう行くんだろう。よし、ラシェルに行くぞ。どう行くんやろ。ラシェルの行き方ってどう行くんやろ。あ、多分こっちか。アウチ。はい、次こっち側は来て、はい、行きましょうかね。次。いやー、敵に会う率が高い。敵に会う率が高いというかあれですね、全くわからん。まあ、あのまはい、じゃあ行きましょうかね。続き、なんか見えたぞ。でもね、ちょっとどの魔法ルイスがね、ルイスがね、思いのほかね、めっちゃ暗い。一撃で28も食らったし、ちょっと怖いな。まあ防具とかちゃんと揃ってないし。こちらに、あー、ちょっと上も見たいから、上行こう。わー、ちょっとは、よし、いける。こっち来たけど、なんかあんのかな。お、
わあ、敵めっちゃおるやん。会わんように行くの大変やな。メディス村？なんか来たいところと違うな。けど寄っていくか。これでテレポートで移動できるようになるんじゃね？メディス村。あれ？ん？一人足りなくないか？それ。あれ？ミーシェはいない。さっきまではいたのに。なんだ？どっかで遊んでるんじゃないの？この村にいることは間違いないんだから、そのうち戻ってくるでしょ。まあまあ、まあ軽く探索しましょうかね。宿屋か、ここ。そこの大きな家のブラッドレーさん、この村の出世屋頭。何しろ、あ、副院長、あ、はいはい、副院長さんなんだね、ここの家。家というか、出身村？取れる野菜、薬草の質の高いのは、自生していた時と同じ環境を維持しながら、手作業で害虫、雑草を取っているからよ。あ、なるほどね。あ、ここがあれなのかな。この村の西側は、薬草が育つのに適した土地なんだ。だから自生している薬草の他に栽培だってできるんだよ。へえ。なんで声が入ったのかわからんかったけど、ちょっとびっくりした。声が入ったことによって。おう、いらっしゃい。じゃあなんか傷薬特別みたいなのあるのかな。欲しいもの選びな。おお、秘伝の傷薬100から115。高え、200円。高いで。あ、パーナシア万能薬って。道具屋さんって感じ。道具屋さんしかないな。武器屋さんはないな。で、適している、来て大丈夫か。あ、行けないんだ、なんも。じゃあ戻りましょうかね。裏道があるとかないよ。他に行けそうな場所はないから、よし、出よう。待って待ってやって。どこ行ってたのよ。ちょっと。ちょっと。なあ、その、ちょっとって。言わんかいって感じですよ。まあまあまあ、とりあえず。ラシェル着いたら終わりそう、これ。戦闘終わりー。はい、終わりー。いやー、もう出るなら一緒に出てきてほしかった。あー、よし、こっちは。あー、ラシェル、あった、ラシェル。あ、けどいい時間。今回ここの、おー、マジか。お、オッケー。はい、というわけでですね、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。